ました。まもなく西手町です。到着前に電車が少々入れますので、お足元に十分ご注意ください。南上線内回り、弁天町、大正、新今宮方面と、阪神南波線が乗り換えです。なお、西手町では、左右両側ともドアが開きます。では、ご覧のお客様はご注意ください。南上線内回りをご利用のお客様、お待ちしております。